写真はどうもゴリラさんです。今回もライフイズストレンジプレイしていきたいと思います。タト、まあ厳密にはお前、女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ、邪魔をするな。みんな何があったん？勝手に席を立つんじゃない。ケイトがやったんじゃない？まったく。どうした？盛り上がってきたね、ついに。いや、燃えてるんやろ。信じられない、やばいことになってるぞ。そこまで思い詰めることないのに。え、飛び降りようとしてる？ケイト、絶対そうや。ケイト、ケイト、やめて。ダメ、どうしよう。いや、え、嘘やん。助けないと、死なせない。え、絶対に。やばいって、落ちるやん。あい、またやばい。なんでこんな時に。絶対助ける。あかん、どうしたらいいんこれ。どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。うわ、マジけ。やばい、もうマックスの体が限界や。これで落ちんねんな。あ、やばい。うわ、もう限界や。あ、止まった時が。よし、このうちに屋上まで行くんや。行かなきゃ、早く。行かなきゃ、前へ。いやー、前へ進まないと。大丈夫か？鳥が止まってる。クロエ、あ、じゃないわ、ケイトや。あかん、名前覚えられへん。あ、デイビッド、止めようとしてる。うわ、これ間に合う？ケイト、バカチンが。間に合った。いや、これ相当体の負荷かかるんちゃう？やばいで。ケイト、いや、あかん、早い。やばい、めっちゃ血出るんじゃん。大丈夫か？あ、マックス、何しに来たの？来ないで。ごめん、から飛び降りるから。ケイトがそんな思い詰めてたの知らんくて。巻き戻せない。失敗したらおしまいだ。え、嘘。何しに来たの？また昨日みたいに写真撮る気？いや、助けるべきだったよな。ごめん。助けるべきだったよね。証拠写真が役に立つと思ったけど、そうじゃなかった。ごめんなさい。本当にごめん。分かってる？デイビッドに歯向かうなんて怖いよね。マックスは悪くない。やめて。あの時は本当にごめん。ケイトの力になりたいの。でももう遅い、手遅れだよ。これ以上生きてたってしょうがない。いや、ケイト、諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。力になるよ。マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ。少し救われる気がする。うん、よかったよかった。友達だもん。前だよ、友達だもん。電話で話した時は少し安心した。マックスは親身になって聞いてくれるから。え、ケイト落ちひんよな。私を信じて、そこから降りてこっちへ来て。力になれるから、嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そんなこと言われたって。そうやな、消したな。今朝相談した時、何もするなって言ったじゃない。やばい、証拠、証拠、証拠、何の証拠？証拠って、証拠って何よ。ちょっと待ってください。どうしたらいい？証拠の話絶対せん方がいいと思うねんな。時間が必要だった。まずは自力で情報を集める時間が必要だったの。慎重に進めないと。マックスは人事だからいいよね。違うよ。人が映ってるわけじゃないし、もう今さら何しても無駄だよ。いや、ごめんなさい、間違えた。分かってる、私が悪かったよ。なんか間違えた？ごめん、お願い、
こんなの間違ってる。やめてケイト。マックス、今毎日が悪夢なの。このまま目が覚めないなら永遠の眠りについた方がマシ。ダメ。これでまたネットにばらまくネタができてみんな大喜びでしょ。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて本当にクモの巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。気にすることないよ。もあかん。動画なんてたくさんあるもあかん。二人戦おうしかない。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせればきっと勝てるよ。本当に勝てると思う？私もう奇跡なんて信じられないよ。ケイト。私は信じるよ。それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。マックスは本当に優しいんだ。いや、あかん。これ落ちるか。それが私を説得するための嘘だったとしてもそれでもいい。やめて、やめて。ありがとう。え、やめて、やめて。友達だもん。あかん。だからこっちへおいで。落ちるわ、これ。ダメ。やっぱりこれ以上生きていけない。よかった。待って。うわ、これ何？何したらいい？お母さん、お父さん、兄弟。うわ、ケイトの家族写真あったな。ちょっとこれ、あー、ちょっとどうしよう。これ一回止まって右に戻ってもいい？ちょっと、ごめんなさい。ちょっとだけごめんなさい。はい、ちょっと今、昔っていうか前上げた動画見に戻ってんけど、結局どうしたらいいか分からへんかった。兄弟は絶対違うねん。兄弟一番下のね、兄弟は、兄弟おらんから。妹たちおってんな。で、見たらお母さんもお父さんも全然笑ってなかったんな。だから兄弟。妹の話をしてくれたよね。一番下の子は特にケイトが大好きなんだって。頼む。リンはまだ10歳で笑った顔がすごく可愛くて。よかったよかった。悲しませたくない。間違ってなかった。ならリンのためにこっちへおいでよ。リンがここにいたらきっとそうするでしょ。まだ終わりじゃないよ。ケイトにはまだ果たさなきゃいけない使命があるはずだよ。ちなみに攻略は見てないから皆さん。私なんかもうこの世に必要ないよ。必要だよ、必要だよ。何これ、何これ、どういうこと。またい、え、全然意味わからへんねんけど。タワごと21時15分ってどういうこと。自殺は罪なんか言ったらあかん。またなんか意味わからん。これでいいや。またい。全て労するもの、重荷を負うもの、我に来たれ、我何時らを休ません。何？マタイ福音書11章28節、私が大好きな一節だよ。ケイトは大事な友達だもん。この一節が好きな子をちゃんと知ってるよ。全部勘？これ全部勘で当たってるんかな。他の選択肢は飛び降りてたんかな。いや、まだ分からん。あ、よかった、よかった。ごめん、バカだった。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。よかった、マジで。今日の一件は実に遺憾だが、投稿が一丸となり一人の女子生徒の命を救ったのは誇らしいことだ。何が一丸やお前ら。ケイトを説得したマックスの功績は計り知れない。何が功績じゃ。おっしゃる通りです。マックスはヒーローだ。ちゃうわ。何がヒーローだ。この原因作ったのが良くないねん。私には生徒が健全な学校生活を送れるよう管理する義務がある。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはずだ。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた。これは警備主任である君の責任だ。なんで？ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。何か気づけたはずだ。ネイさん、君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。あ、校長ちゃんと動いてくれてる。マックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。いや、それは助けるため。事前にケイトから何か聞いていたのかね。
知っていることをすべて話しなさい。待ってください、待ってください。デイビッ、ちょっと待ってください、この選択。ちょっと待ってください。誰を、誰攻めるしかないやん。ちょっと待って、ちょっと考えさせて。ジェファソン。ジェファソンも良くないよな。ネイさんを攻めるのか？ネイさんやな。ケイトはパーティーでネイさんに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。俺に？お前大丈夫か？ちゃんと動画を見りゃ一目瞭然だよ。本人完全にノリノリだったの。それだけじゃない。病院に連れてくってケイトに嘘ついたでしょ。連れてくつもりだったけどすぐ落ち着いて結局行かずに済んだんだよ。あのパーティーでケイトに何かあったのは間違いないよ。女子トイレで銃を持ってたことはどう説明する気？名誉毀損で訴えるぞ。この学校も一緒に訴えてやる。こいつが一番やばいな。もう雇ってあるんだ。姉さん、そのぐらいにしておきなさい。お、銃の件はすでにマックスから聞いた。校長。残念ながら例の動画についても複数の人物から報告を受けている。俺も報告した。姉さん、君は普段の動画にはっきりと映っているばかりか、パーティーの主催者という立場でもあるね。以上を踏まえ、君をしばらく停学処分とする。ご勝手に後悔するぜ。校長素晴らしい。校長、そろそろマックスとネイさんを休ませてあげては。目の前で仲間の命を絶とうとしたんです。これ以上はあまりに負担が大きい。ジェファソンちょっと怪しいねんな。ショックでそれどころじゃない。うちに帰らせてくださいよ。ではマックス、今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけどもう一度力を使えそう。待って、もう一度しかない。いやー、ちょ、ジェファソンも攻めてみる。待って、もう一度しかない。こういう感じか。もうあんま能力使えんくなっていくんか。これ究極すぎんねんけど。サインすれば法廷ドラマのワンシーンは終わり。あと一回しか無理なんですか先輩。うわー、どうしたらいいんですか俺。ちょっと待って。うわー、いやー、どうしようこれ。戻れるん、あと一回しかないって言ってたよな。いや、まあいや、これしかないやろ。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたらどんなにいいか。私からは以上だ。これが正しかったんか？ちょっとジェファソンも怪しいねんな。デイビッドは絶対に味方、それだけは言える。ジェファソンはちょっと 100% 信用できんな。なんかボルテックスクラブとつながってたりしそう、裏で。いや、わからん。でもまああそこへ攻めるのはネイさんしかおらんからな。まるで夢を見てるみたいだった。ケイトの手を掴もうとしたらスローモーションになって、ケイトも私の手を掴んで。これウォーレンか？あんな感動的な場面、俺生まれて初めて見たよ。お前、そんな言葉で。瞬間、拍手喝采、涙の嵐、スーパーヒーローみたいだ。そんな言葉でまとめようとすんな。身も心もボロボロだよ。ふざけんなよ、お前。何言ってんの？キラキラ輝いてるよ。背中に翼生えてもおかしくないね。ああ、こいつもあかんわ。ケイトのことが心配。ウォーレン嫌い。あんな動画なんかのせいで、まさか死のうとするなんて。マックスの悩み聞いてあげろ。まあ、あれだけ拡散されたらね。ウォーレンも見たの？一回だけだよ。二回だったかな。ちょっと嘘つくな。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それからネイさんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、ありえると思うよ。昨日の姉さんは普通じゃなかったし、
マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。待って、そういえばデイビッド写真撮ってたよな。でもあれ何やったの？太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う。うわー、力使いすぎか。来たー、 BGM。 え、分かってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。待って、めっちゃおもろいやん。エピソード2から、エピソード2でこの選択やろ。きつすぎんねんけど。今後めっちゃ悩まされるって。しかもたまに力使えんくなるし。これまたエンディングか。あ、あ、デイビッドか。あ、落ち込んでる。やっぱデイビッドはいいやつやって。絶対ジェファソンがちょっと怪しくなったね。ほら、誰と喋ってんのお前。校長と？なんか揉めてる。ジェファソン辞めるんか学校。どうした、ビクトリア。ネイさん来た。なんか反省してるぞ。誰が悪いんこれ。なんなんこれ、おもろすぎるやろ。こいつ誰？デイビッド？違う、あいつやん。銃奪ったやつや。動物に優しいやつに悪いやつはおらん、きっと。ケイト大丈夫か？あ、マックス。あ、ちゃう、クロエ。うん、何が起きてるか突き止めよう、二人で。いや、この Life is Strange おもろすぎませんか。これはやばいわ。ケリー、レイチェル、これがデイビッドの資料ですね。何を追ってるんや、デイビッドは。何をしてるんや、デイビッドは。いや、これ次回予告来るんちゃう、前みたいな、あの、クロエが死にそうになるやつみたいな。あ、エピソード2、アウトオブタイム。Life is Strange。チーム。あ、スキップ。ああ、フレンドデータ、誰もやってない。なんで誰もやってないん、こんなおもろいね。証拠を集めるまで待つように言った。ケイトの電話に出た。ケイト、電話出てよかった。フランコを撃たなかった。ケイトを助けられなかった 44%! マジ？やっぱみんなネイさん攻めるんや。ちなみに、ほんまにマジでこれ攻略見てませんからね。ちょっと怪しかったかもしれんけど、あの過去の動画ちょっとだけ見ただけ、それだけで許してください。アリッサを助けた。アリッサってあいつね。いや、ライフイズストレンジマジおもろいな。列車の進路を変えた。列車の進路を変えなかった。進路変えんバージョンも助けれるってことね。パーティーの名簿に加えてもらった。あ、デイビッドのことをジェファソン先生に話さなかった。あんまおらん。ちょ、ジェファソン怪しい、マジで。何これ、サナギって。
前のやつか。いやー面白いですね。うわ来た、次回予告。誰、何この、バイオハザードですか。いやー待って、何を探ってた、あの二人は。次回お楽しみに。